ボーイズグループシャイニーのメンバー、テミンの訓練ところでの近況が公開された。15日に韓国陸軍訓練ところの公式ホームページには、先月31日に入所したテミンの姿が盛り込まれた写真が掲載された。写真の中のテミンは訓練ところの同期たちと並んで椅子に座り、お父さんお母さん、愛していますという文言を完成させて披露している。その中でテミンは愛を意味する韓国語サランの差が書かれたカードを持っており、短くカリリコミンダヘアスタイルでも、相変わらずの美貌で視線を釘付けにした。テミンは訓練ところで基礎軍事訓練を終えた後、陸軍の軍楽隊で服務を続ける。韓国ロッテリア、フライドポテトが一時販売中止になったのはマクドナルドの BTS セットの大ヒットで冷凍ポテトが供給不足しているという噂がネット上で広がる。自民の中国ファンクラブパーク自民バー、10/13に迎える自民の誕生日イベント企画を発表、スケールがすごすぎると話題に。チェジュ航空で自民の顔写真入りラッピング機を3ヶ月間運行。チケットや機内の紙コップも自民の顔写真入りに。香港民主の女神と呼ばれる政治運動家周庭さん、昨夜のインスタグラムにアイズワンパノラマの曲名とジャケット写真を投稿。楽曲には私の気持ちは変わらない。今一緒に行こうとの歌詞。出どころしたばかり3日前の段階では黒一色の画面を投稿していた。バイキングなど日本メディアが報道。